はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。信長の野望創造戦国立志伝をプレイしていきたいと思います。で、今回はですね、ツイッターだったか動画の方のコメント欄だったかでご提案いただいたプレイシナリオをやっていきたいと思っています。じゃあどんなシナリオなのというところなんですが、大坂の陣のシナリオで家康が秀忠から独立するというプレイになります。なので、勢力選択は徳川宗家、すでに当主は秀忠になっていますね。で、プレイする武将は家康になります。地位としては城主であるものの隠居というポジションになってますね。難易度設定についてはいつも通りの超級で、シナリオの設定に関しては寿命は少し長寿にさせていただこうかなと思ってます。ここですね。というのも、大坂の陣のシナリオ1614年から始まるんですが、家康は大坂夏の陣、1615年ですね、が集結した後すぐ死んでしまうので、史実通りにしておくと、プレイできる期間が1年ぐらいになってしまうので、ちょっとここは長寿にしようと思ってます。で、長寿にすると家康がどれくらい生き延びるのかっていうのも正直わからないんですが、なしにしてしまうと、ちょっと際限がないかなと思いますので、ここはあえて長寿にさせていただこうと思っています。では早速、プレイの方を始めていきましょう。ここは大阪の陣への導入部分のシナリオになりますね。で、ちょっと今回この1話目に関しては動画の画質の方を 1080p の方にさせていただこうかなと思ってます。いつもはですね、720で作ってるんですが、視聴者の方からちょっと画質悪いんじゃないっていうコメントをいただいたので、試しに今回 1080p で上げてみようかなと思ってますので、画質のところについてもしお気づきの点があればコメント等いただければ嬉しいかなと思っています。で、スマホから見るような場合には720だろうが1080だろうが正直言ってあまり変わらないかなと思うんですが、例えば PS4 から大画面でテレビに映して見るような場合には 720p だと確かにちょっと物足りない画質になっているのかなというふうに思う部分もあったので、1080p に今回はさせていただこうと思っています。ただ 1080p にしてどれくらいその視聴者の方にとってメリットがあるかっていうのも少しピンときていない部分があるので、そこは皆さんからコメント等アドバイスいただければ嬉しいなと思っています。で、ここは大坂の陣のシナリオの部分ですね、今見ていただいていますが、実際には家康が大坂の陣の前に独立をしようと思っています。ただちょっと独立のタイミングは少し考えたいなと思ってますので、もしかしたら大坂の陣の後に独立するかもしれないですね。そこは少しプレイの方を進めながら検討をさせていただきたいと思っています。で、遅くとも大坂の陣の直後あたりには独立はしていきたいなとは思ってるんですけど、プレイ開始直後、本当にすぐのタイミングでは、残念ながら独立はできない仕様になってます。1ヶ月間は最低でも秀忠のもとで、過ごすということになるんですが、じゃあ1ヶ月経った後すぐ独立してどうっていうのはですね、実はちょっと1回ロケハンをしてみました。少しだけ。そうすると、四方八方敵だらけ、当然徳川宗家秀忠の軍勢、あとは尾張徳川家の軍勢が駿府になだれ込んでくるっていう、かなり厳しい戦いになりましたっていうことを考えて、城の改修だけ少しだけしておきたいなと思ってますので、独立のタイミングは1ヶ月後すぐというわけではなく、プレイ開始1ヶ月後すぐというわけではなく、少し様子を見て、最大大坂の陣の集結直後ぐらいまでをめどに独立のタイミングを見計らっていきたいなというふうに思ってますので、その辺だけ皆様に
ご承知おきいただければなと思います。では引き続きシナリオの方を見ていただきましょう。では早速なんですが、持っている城が岡崎と吉田、掛川に駿府か。なるほど、まあ、どっから手を入れていくかというと、やっぱり江戸に近い駿府を中心に鍛えていく必要があるかな。まずはちょっと武将誰がいるかとか、そのあたりを見ていきましょうか。駿府館は家康に維新とかもいますね、まあ、武将の数でいうと9人かな、8人ですね、揃っているっていう感じか。能力的にはやっぱり家康が群を抜いている感じになってますね。これが駿府の陣容です。で、掛川はというと、貞行一人か。ちょっとこれは厳しいな。で、浜松はというと水野が入ってるんですね。これは早急に潰しておかないと邪魔くさいですね。であとは吉田城、こちらには誰が入ってるかというと、3人ですね。松平忠俊と戸田、計3人、うん、で岡崎はここは本田が入っていて、他3名か。なるほど。ということは、まあ、どう考えても岡崎城と駿府、この辺りの守りを固めなきゃいけないというのと、あとはここは尾張徳川家が入ってますね。いざ徳川から独立をしたときは、まずはやっぱりこの岡崎城と駿府ですね、ここが最初に狙われるかなっていうのと、あとは北からこの飯田城とか内紀城、岩村城あたりから、岩槻かな、岩村ですね、ごめんなさい、吉田城あるいは掛川城も狙われますね。で、邪魔なのがやっぱこの水野浜松城っていう形かな。うん、やっぱりまずは城の守りを固めるというところからですね。で、掛川は1人しかいないと厳しいので、2人ほど送り込みましょう。で、今は人材をもらったりすることはちょっとできないので、まあ、できればね、何人か欲しいなというところはあるんですが、これが今できない以上は、あと何、二条城も家康が持ってるって、そういうわけじゃないね。そうなるとまずは回収をしていきましょう。何はともあれ城の回収から入りましょうね。まあ、いつも言ってますが、城門をまずは回収していきたいんだけど、早速鉄がないか。となると進出するしかないな。鉄が取れるようなところがあればいいんですがね。鉱脈があるな。に砂鉄、鉱脈、うん、悪くないですね、駿府に関しては。で、掛川は砂鉄、名所、名所一つぐらい森が取れるところが欲しいけど、
鉱脈か。鉄はかなり豊富に取れそうだけど、どうだ？岡崎に関しても鉱脈とか砂鉄ばっかりだな。こうなってくると逆に材木が心配になってきますが、まあ最悪材木は買うとして、まずは進出をして兵力を蓄えるための場所を確保していきましょう。まあ一つ言えるのは、しまった。何も考えずにバシバシやってたら労力を使い切ってしまいましたね。まあそんなに遠くない将来に独立することを考えるとちょっと心配があるよな。でここは宝光寺の鐘の話で、家康と、片桐勝元の話の部分になりますね。スキップの方させていただきます。この感じだと大阪の陣の後から独立をさせていただくことになりそうなので、この辺りはちょっとサクサクプレイの方は進めさせていただきましょう。まあ鉄がないって言っているんで鉄を作っていかないといけないかなというところですね。まあ、何はともあれ、この駿府を中心に防御を固めていく。東の駿府、西の岡崎、ここは守りの要衝になっていきますからね。いきなりやらかしたかな。あとは進出をかけていきましょう。あとは岡崎かな、優先的に上げていくとすれば。まあ水田も作っていかないと兵糧不足になると出兵ができなくなって、結果的に兵糧攻めをされるのと同じ形になってしまうので、まあそういうのを避ける意味でも水田が作れる土地には水田を重点的に作っていきましょう。結構あっという間に大阪の陣、冬夏始まっちゃいますからね。ここは政宗の話ですね。でこれは真田の話になります。大河ドラマ今年に関しては女城主名虎で、ようやく柴咲コウがなんか本格的に出てくる展開になってきてますが、先月の終始です。やっぱりね、真田丸は面白かったですよね。さあ駿府に関してはもう一通り拡張が終わったかなというのを踏まえて、
掛川、岡崎あたりを拡張していきましょう。ちょっと待ってくださいね。そうするとこの辺りもザクザク入れていきましょうか。で、あとは駿府に関してはもう人を入れておく必要があまりないので、駿府から人を移動していきましょう。まあ、家康がいなくなるともう秀忠から独立しても勝ち目がなくなりますからね、まあ、少しでも優秀な武将を確保しておきたいっていう意味では提案でお国を早くもらいたい、出雲のお国。さあ、重の今福の戦いが始まりました。ここは戦国伝は進めておきましょう。まあ、久しぶりのこの手の戦国伝なので僕自身も本当にクリアできるか不安があるんですが、駆けつけた木村重成であったが、配下の兵士は寄せ集めで戦慣れしておらず、敵の激しい銃撃に足がすくみ動くことができずにいた。寄せ手を大きく押し返すことに成功した。後藤殿、おけが。何のこれしき。ここでわしが討ち死にしておれば大阪の命運も尽きたやもしれぬ。かすり傷で済んだの。秀頼公の御運は強い。この戦我らの勝ちよ。さて、失敗条件だけ確認しておきましょう。景勝と佐竹の撤退ね。で、景勝と佐竹がどこにいるかというと、まず景勝がここですね。で、佐竹はここか。佐竹隊に関しては急いで救援に行かないと勝手に動く可能性があるのかな。勝手に動くので、急いで救援に行きましょう。かしこまりました。お待たせください。さあ、佐竹隊の救援には来たけど、佐竹がこれ撤退するのも時間の問題だな。これは佐竹はこのまま行くと間違いなく敗退するので下げましょう。
佐竹をさっさと下げないとまずいかな。でここでマタベか、邪魔くさいな。マタベで、マタベは退却させたんで、ここでコブを使っておきましょう。かしこまりました、承知しました。木村重成の部隊と正面からぶつかると結構削られますね。やってくれるな。さあ残りの敵の部隊決して多くはないですね。かしこまりました。お待たせください。引き際は心得ています。いざ尋常に勝負。これで決まりだ。決める。こんな日もある。まあこの辺りは圧倒的に上杉軍というか徳川軍というかが有利ですからね。まあ、セーブしますかと言ってますが、まあ、ここはセーブしないでいいでしょう。このまま行きます。これは忠友の話ですね。暴露口の話ですね。
まあ、これはいわゆる遊郭に遊びに行っていたっていうことなんですよね。ただ奥義一銭持ってるからね。表情を始めます。奥義一銭持ちは報告します。結構一瞬で戦局を変えるだけのパワーありますからね。では先ほどまで少し進出を重点的にやってきたので、ここは一転して水田を中心に作っていきましょう。そしたら寝室を2回入れられるかな。寝室を2回入れときましょう。岡崎はやっぱりかなりでかいな、城の規模としても。でやっぱり鉄が不足してきている感じがあるので、砂鉄を開拓してたたら場が作れるようにはしておきましょう。回収が全然進んでないのが不安だな。鉄を早急に集めないとまずいですね。さあ真田丸の戦いか。そしたらどうだろう、普通に考えたら部隊を集結させた方がいいよね。まあ、勝手に動いていくと思うので、こちらはこっちから攻めていきましょう。どんな感じで見えたんだろうな、真田丸って。様がいっぱいあるな、やっぱり。まだ引きつけ。いや声渋いな雪村は。なんかね、こんな声だといいですよね。この負の世は終わった。幕引きはこの雪村を受けた。
さあだいぶ削られてはしまったんだな。ここはまあ普通に勝つための策をということで。かしこまりました。戦力の集中を図りましょう。トカベ隊と戦闘に入りましたね。お前たちに勝ち目はないぞ。我が采配で勝たせてもらう。一撃、全てを込める。かしこまりました。退却する。でここで勝永も援軍としてやってくる形か。士気が高いですからね、大阪方は。ここは引きます。で高虎がやってきたけど、これも早急に前面に出しましょう。承知いたしました。あとは鶴瓶打ちも使って、見せてやろう。この戦勝つのは我らです。承知しました。超ソカベ隊が思ったより粘るんだよな。ここも引きます。で又兵衛も来るか。もう数でいうとそんなに差がなくなってきてるんじゃないか。伊達が動いてくれないと厳しいな。かかれ。やれやれ。決着つけようではないか。これで終わりよ。やられたな。よし、これで伊達が動いてくれれば多少戦局がマシになるかな。ここが勝負どころよ。参るぞ。ちょっと兵を温存しましょう。高虎を少し下げて伊達が来るのを少し待ちましょうか。さあこれで一緒になって攻めていきましょうか。かしこまりました。
あとは秀忠自ら出てくるか。秀忠がここにいるね。秀忠はただ弱いからね。まあ数はいますけどね、確かに。まだ負けておらぬ。引け。まあ、数では勝ってましたけど、敵の士気が高すぎてあそこを突破できないな。ここは引きます。引け。まあ、ただイベントとしてはそのまま先に進めますね。まあ、ここで一旦は僕大阪冬の陣が集結っていう流れですかね。この間に家康としては少なくとも城の改修を進めておかないと。乱世に幕を引く、それこそ天下人の役目よ。放て。さあ大阪の陣が終わるまでもう時間があまりなくなってきましたね。
この日、徳川家と豊臣家の間に結ばれた和睦の起請文を交わすため、大阪城から一人の若武者が徳川家康の元を訪れていた。若武者の名は木村重成。豊臣秀頼の父兄弟であるが、天下においては無名に等しく、外交の場で大御所徳川家康と釣り合うような武将ではなかった。起請文には家康、秀頼の両総大将が鉄板を押す取り決めになっていた。ご鉄板が少しばかり薄いようにございます。大事にございますれば、今一度押し直していただきたく存じ上げます。はい、年を取ると血も薄くなってきていかんな。この一件が実際の出来事であるかどうかは定かではない。ただそうなんですよ、今ちょうどそこをコメントしようと思ったんですが、若武者が徳川家との講話の際に見事な振る舞いを見せたということ。家康は70歳を超えていて、この木村重成は何歳だったんでしょうね。天下にその名を轟かせたということである。さあ、イベントが続いていきますが、ご命令を。先月の収支です。報告します。はい、では少し長くなってきてしまいましたので、まだ、目的である独立を果たしてはいないんですが、一旦ここで終わりにしてですね、次回プレイを続けていきたいと思います。まあ、今回は冒頭話したように 1080p で、動画の方は作っていきますので、画質等についてもコメントの方いただければ嬉しいなというふうに思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。